三歳児の描いたお母さんの肖像頭足人間は頭から直接足が生えた絵のことで幼児の初期の描画に現れる特徴である。タコやイカなど頭足類に構造が似ているため頭足人と呼ばれる。オタマジャクシの発達と同じなのでオタマジャクシ人間とも言われる。頭に四角い胴体をつけた人間を頭胴人間と呼ぶこともある。その後、胴体から 手足が出た人間が描かれるようになる。等足人間の描画は閉じた円が描けるようになった後に生じる。はじめに頭を刺すと考えられる部分に足が描かれ腕はあったりなかったりする。頭とおぼしき部分が純粋に頭なのか胴体を含めた円形の輪郭なのかは研究者によって意見が分かれている。モリーン・コックスが 出来上がった等速人間にへそを書き込むように求める実験を行ったところ、半数の子供は頭の内部の下の方に描き加え、半数は足の間に描き入れた。このことから、幼児にとって胴体は人物画に絶対に必要なパーツとは考えられていないことが示唆された。三歳児は閉じた円の組み合わせにより、人の顔や卵を描く。よし、卵描こう。 僕はロボット描くと意図を持って対象を紙に書き写す。つまり描くようになる。言語による計画化を計画化言語という。計画化言語が出る以前は描いている途中と描き上げてからでは絵のタイトルが変化することがある。しかし、計画化言語が出ると命名が一貫するようになる。統足人間を描くようになると、これはサチコちゃん。こっちはアックンといって、 たくさんの友達を繰り返し描くようになる。ありがとうございます。